はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年の5月2日ですね。順位は相変わらずの最下位にはなっておりますけれども、前のシーズンに比べれば、全然いい形で進んできていると思いますので、まずはね、最下位脱出を、目指して一勝一勝重ねていきたいと思います。で、動画の終わりでコメントをね、アドバイスとかかなりいただいて、大体拾って、なるべく返信も、するようにはしているんですけれども、どうしてもね、ちょっとこのゲームをやり始めるとそのアドバイスとかね忘れちゃうんですよ。なんで今ちょっとね覚えてるところを、設定を変えていこうかなと。森田くんですね、森田くんは弾道2の方がいいですよと言ってたので、いましたね、弾道になってるな。そろそろしかも上がりそうだし、弾道に、そうか、アーチストがあるから、強振した時は、弾道アーチストっていくつ、弾道4とか、パワーヒッターは弾道 3.5 で固定されるような形になるので、ミート打ちをした時ですね、弾道2の方が多分低い弾道でいくんで、ヒット性の当たりが出やすくなるのかな。なのでこの方がいいですよというような、アドバイスなので、弾道アップはちょっと、終わりにしてパワーを上げていきましょう、そのまんま。で、自分もね、野球は本当ど素人なんでもうアドバイス本当ありがたいと思ってます。で、基本的に、野球はもう全く見ないんで、1試合も見ないっすここもう5、6年とか1試合まともに見たことないんで、全く野球選手とか、分からずやってて、本当にね、知っている人からすると申し訳ないんですけれどもそこはご容赦いただきたいと。で、絶好調の人が、そうですね、いますので、変えていきますか。どうしようかな、ちょっとじゃあ高田くんあたりを変えて、ノーマルくんも新戦力なんで入れていきますか。どうしようかな、外野を2人変えるっていうよりは、ノーマルくんはファーストもできるのか。そうすると、一旦山田くんと変えるか。よし、これで一応絶好調組は、好調の人多いな絶好調組は全員入りましたね。で、全てにおいてそうなんですけれども、基本自分、全くテレビを見なくて、ゲームから入る人なんですよパワープロ面白いからちょっと野球覚えようとか、今はやってないんですけど、ウイニングイレブン面白いからサッカー覚えようみたいな感じっすね。そうで、あと投手も、緊急登板をさせると能力がめっちゃ落ちるみたいなんで、先発に関しては、不調までだったらちょっとそのまま、投げてもらって、絶不調だったらちょっと考えるんですけれども、であとちょっと入れ替えるにしても、このベンチにいる人だったら大丈夫なのか、さすがにね、オフの人を出すっていうのはまずいと思うんですけれども、ベンチも入れ替えちゃダメなのかっていうのがちょっとまだわからないんで、とりあえず今日はもう先発はそのまま固定でいきたいと思います。ゆずちゃんに頑張ってもらいますと。じゃあこれでいきましょう。相手の先発は、だからこれもね、分かんないんですよ、読めない東浜って書いてあるんですけどなんていう選手なのか知らんっていう。そうですね。で、あと、ダビスタやってた時はちょっと競馬を覚えようかなみたいなそんな感じですね。パワフル対福岡ソフトバンクホークス。だね、テレビをね、全く見ないんで、その好きな芸能人誰ですかとか話題に出るじゃないですか、全然知らないんですよであまりにも芸能人を知らなすぎて、仕事仲間の人に、三上さんってスマップ全員言えるんですかって聞かれたことあります。でスマップはね、さすがに全員言えるんですけど、ちなみにね、嵐はね、全員言えないっす嵐がそもそもね、何人組なのかも知らないし、嵐の中で言えるのが、まず桜井翔くんですね。俺のガールフレンドとか、見てくれてる人は分かると思うんですけれども、名前が同じなんで、桜井くんは知ってます。と、あと、二宮くんも知ってます。あと、多分名前言われれば、あ、いたねっていうのは思うんですけれども、とか言ってる間に、二塁まで進まれちゃってるな。見送ってストライク。ここは手堅くバントで来るか。ナックルをバントって難しくないか。一塁送球アウト。
ランナー三塁に進みました。抑えてくれるかどうかだな。なおもピンチが続きます。まあちょっと抑えてくれることを信じて。あ、間違えちゃった。これたまにやっちゃいますよね。これやるとよく打たれるよな。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で高橋、4点差はきついな。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール。でもここで投げました。とりあえず1点でもね返せれば。まだ3回といえば3回だからね。投げました。まあ、この後投手が頑張ってくれて、野手が頑張ってくれればいいね。いいね。満塁来たよ来たよ。本当こういうところで来るよな英国紳士。おお、一応スライダーを狙ってはいたのかな。ミートの動きからして見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。低めか。おこれは英国紳士のパワーなら行くね。さすがだ。第10号満塁ホームラン同点。いや本当すごいわ。去年の本塁打を。先頭バッターは川島。まあ1点差か。見送ってストライク。第2球。コンピューターってねナックルにねピタッと合わせてきますからね。打つときは。投げた。一つ外してボール。カウントワンボール。中央低めに集めてますね。投げた。ナックルはボール。外角低め。カウントツーボールツーストライク。緩急をつけてストレート。空振り三振。オーケーオーケー、さすがだ。バッターは9番タクヤ。今日3打席目。じゃあこのまま9回まで行って、プレイと。2点。うわ取られるね。9点取られたか全部で。内野陣はゲッツー体制。投げた。外角低め。今日めっちゃ打点を稼いだな。まずは見送りました。ホームランも1本出てるし。投げました。外角高め見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。1球外したボール。完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。強振にしてもらいたいけど、まあでも確実に打っていきましたね。これは走ってきたな。よしよしよし。英国紳士今日で5点か。てか全打点叩き出してるな。さらにまだノーアウトだったよね。バッターは5番ノーマレス。ここまで3打席連続三振。初球から打ってった。1、2塁間破った。いやこういうピンチのねところで登板するのも大変だよな。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、ミネイ第9球ボール。ちなみにねこれなんか前もパワープロ関係で言ったかもしれないですけど、今五十嵐亮太と同じ高校なんで、まあ、自分が入った時はもうすでにプロ1年目の時でしたけど。おお、これはすげえ。これが学校という、うちの五十嵐先輩から同点弾を打った。さあこれは熱い試合になったな。いきなりちょっと五十嵐先輩には申し訳ないけど、球速がだいぶ落っこってますね。146キロか。150以上は出てます。てか速球派でしたもんね。抑えられた。さあ、いよいよ。さて、こっちは。この回のトップ。9回で、曽根君を投入か。バッターだけは塁に出したくないところ。ああ、抑えられたから。第2球。相手が燃えてますね。一応対左 G ではあるのか。なんとかね、ここを0点に抑えるのはもうマストですよね。シュート回転持ってるけど。第4球を。投げた。アウトコース。クロスってクロスファイヤーだよね。第5球。対角線上じゃなくね。このクロスファイヤーの定義とかもねいまいち分かんないんですよね。なんかその名前から対角線上に強いみたいな、そんなイメージがあるんですけど。OKOKOK、よく抑えた。うわ柳田ね、柳田もやっぱね強いから覚えましたね。さて、おお、てかチャンスで回ってこなかったってことは1本打ったのか、それとも1塁から一気に走ったのか。お、高橋圭劇的サヨナラ弾ってことは、そうか、曽根君が勝利投手になるのかこの場合。いやー、英国紳士の満塁ホームラン、いきなり熱い試合を展開してくれたな。いやこの接戦をねやっぱね今季は接戦でも勝てるっていうことを見せてくれましたね。
いや、やっぱね英国紳士っすよ、うちの手法。うん、でも開発しないけどね。うおー、ゆず。おい、松潤おめえもか。てか松潤もいましたね、そういえば嵐に。マジそういえばだよ。え、松潤って嵐っすよね。これ超自信ないんだけど。これまあ多分聞いてる人もこいつバカだなとか絶対思ってるんだろうな。だ今のところ嵐で出てくるのは3人っすね。あとはもう本当に出てこないっていう。でもグループからして多分ね4人か5人だと思うんすよね。そんな6人もねいなかったと思うんすよ。本当マジでわからんっていう。じゃあ今日はスキップをして、負け担当がファーストで出て先発は太田くんか。おお、いいね。8対4、めっちゃホームラン打ってる。てかノーマルくんが早速1号打ってくれて。英国紳士お前また打ったのか。さて楽天にじわりじわりと。お、本塁打による得点だけで勝利。成長もしてくれるね。あ、そういや成長のあれ買ってないな。ここか、楽天戦。ここね、勝ち越したいよね、やっぱり。宮内くん調子が悪いけどな。だここで見てどうなんだろうね、吉田くんと変えていいものなのかどうか。タッキーリもね絶好調だからね。まあそれはちょっと今回はこのままいきましょう。絶不調だったら変えましょう。お、いいね、宮内くん勝ってんじゃん。英国紳士これ3試合連続じゃない。これでだって2ゲーム縮まるってことでしょ。楽天に勝ったってことは完封勝利、すげえ。マジか。赤木について万世かもしれませんと。お、全部守り。とりあえずパワーが F か。やっぱなるべく F っていうのは残しておきたくないっすよね。最低 E でタッキーリがまあやる気はあるんで。いや今日はねすげえ調子いいけど。負けたか。5対2。でプニコちゃんの守備が上がりましたと。さて3戦目ここ勝てるかどうかが大きいけど、先発はイソッチか、頼むぞ。負け担当 DH で出てるね。よし勝った、イソッチ1勝目で、近所が4セーブを挙げて、カリンちゃんもね、お、頑張ってくれてるんですよね。っていうかあれを使ってない気がするな、覚醒アイテム。ちょっとカリンちゃんに使いますか。アイテム使って、カリンちゃんめっちゃ頑張ってくれてるからね。あれ、ここら辺の人たちって使えないの。使ったからってこと。あれでも英国紳士って使ってないよね。まあいいか、なんか条件があるのかな。カリンちゃんは使えるんで、カリンちゃんに使いましょうと。翌日に覚醒します。あとまあここら辺もちょいちょいあるのか。もうほんとなけなしの金でやりくりしてますからね。おお、覚醒上がるね。パワーが一気に B になった。いいね、ミートも上がってパワーも上がって、E になってるんで、まあ守備も、まあ、任せられるっていうほどの信頼はちょっとできないですけど、まあスタメンで出しても大丈夫でしょうっていうくらいの能力値にはなってますね。まあうちのチームではっていう感じだけど。先発はイソッチか。あー、曽根くんが打たれてますね。序盤はリードしてたけど7回で打たれたのか。高橋圭の呼吸が上がって、あ、これはさすがにダメでしょう、ゆずちゃん。あ、そうか、なんかゆずちゃんスランプになったって言ってたっけ。あれ、スランプになったんだっけ。なんかもうそれすら覚えてねえわ。ちゃんと拾えよっていう感じなんだけど、なんか潰れてるんで、これはさすがに変えましょう。この中でいくと、まあシノンが調子良さそうなのでシノンと変えて、負け担当絶不調だな。これってさ、2軍に下げてさ、その2軍で調整して調子が良くなったりするもんなの。
こう入れ替えたりしてるけど、だって田中なんてさ、もうここで、ね、絶不調じゃん。でここら辺の人たちも不調になってるけど、どうなのよ。かといってなんか変えるべき人もいないね。じゃあこのままちょっと負け担当は一軍でメンタルケアをしてもらえますか。野手ちょっと見た感じ、絶好調の人が増えてますね。あ、そっか、松潤がスランプだかなんだかに陥ってるっぽいんで、ここは総力ですか。総力はね、高橋圭がねやっぱ早いからね、 A あれば全然十分なんですよね。まあ一応ダイソー要因的な感じで一回西田君調子いいんで、入れますかと。でショートか、ショートはね激戦区だからね、そもそもが、どうしようかな。小山くんはちょっとセカンドがメインか。シラアットこれと、シマウタを変えましょう。よし、 OK。 あんまりね本当は変えすぎるのもね良くないって言われてるんですけど、まあ一応ここは少しでも出番を増やしてあげるために変えてますと。で今日の先発はシノン。ライオンズのこの国場っていうのかな、もうだからね本当わかんないっす。お、いいねいいねいいね、英国紳士15号16行16行って言っちゃったよ思わず。あーいいね、先発やっぱなるべく変えない方がいいんだね。変えない方がいいんだねっていうか、まあさすがに潰れてる時は変えたけど。で楽天とのゲーム差は 2.5 でしょ。いけるよこれ、最下位脱出できるよ。一つ一つ大事にいこう、大事に。いいね、うさぎちゃんも一勝してるよ。いや今回めちゃくちゃ調子いいな。開発しないけどね例によって。ちょっと日程表を確認すると、ここから学校で3連戦か。ちょっとホームに戻ってきたので勝ちに行きましょう宮内くん。相手の吉川はちょっとやる気がない。大谷が4番で出てますね。大谷とかもね一応名前だけはね聞いたことがあるくらいですね。いや今はさすがにこうマイライフとかやってわかるんですけど。トップバッターは中島、第1打席はレフトフライに倒れています。いいね、ツーシーム。第2球高めか、外角高め、高めから縦のカーブ外れてボール、入れてこようとしたのかな今のカーブは。投げました、打った、ファールボール、追い込んで、さてこれは入れてくるか。おい同じ球、しかもさちょっと同じようなとこに投げたよね。さすがにそれは打たれるでしょう。バッターは DH の川端、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、真っ直ぐ見送ってストライク。 3-0 か、まあ、返せなくはないよね3回だから。もうダメだ。3回です、ワンアウトランナー2塁という場面で高橋、今日の第1打席はスイングアウト。第2球154キロ出すのか、アウトロー際どい球ボール、ここはよく選びました、ね、カウント1ボール1ストライク、投げました、低め外角ストライク、バッター追い込まれました。第4球は打ったに当たりだ、いいねいいね、これは宇宙間真っ二つ、とりあえず1点、点差を4点に縮めました。 OK OK、 バッターは2番赤木、第1打席はレフトフライに倒れています。めっちゃノリノリだけど、どうだ、1球目ストレート空振り、148キロストレート、肩越しにランナー見た、投げた、打った、これは抜け、お抜けた、赤木いいバッティングを見せました。グラウンドが狭いからやっぱり外野まで飛んでもなかなかね走れないんだね。外れてもカリンちゃんチャンス G の左 G だからね、ここら辺がねやっぱりちょっとネックなんだよね。これがなければ、まあ、それ基礎値がねその分高めに設定されてるんだけど、ここら辺の赤徳がもう少し消せればもっと活躍はできると思うんだけど。そしてここで三振が、そうだこの子は発動するんだ。バッターよく見ました、
カウント3ボール2ストライクです。アウトロー、空振り三振。さあやられたか。頼むぞ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。3割5分9厘あったよね。すっげえなこいつ本当に。投げた、ストレートはボール。ここはよく選びました。一発球持ってるかな。来たら投げた、低め、逃さず打ち込んでもらいたい。ノーストライクです。投げました、打ちました。すごいわ本当に。投げました、いけ。これほんとさ、威圧感あってもおかしくないよね英国紳士。まあ、やられちゃったけどさ、てかさ、打率のさトップがさパピオンなんだ。英国紳士2位だし。本塁打王は英国紳士取ってましたね。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で覚醒した男。お、合わせてきたねスラブに。レフトフライ、でもレフトフライか。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わります。ファイター。さてここでカリンちゃんか。投げました、初球空振り。勝ち球とか持ってるとねやっぱいいよね。バッター追い込まれました。特にうちのチームは本当パワーが貧弱な人とかがいるんで、そういうところで底上げをしないと結構厳しいよな。今日はサードゴロと英国紳士よく出てくるな。でもここでねまた本塁打が出てくれれば全然わからなくなるよ。逆転も見えてくるんだけど、やっぱり英国紳士の一発だな。もううちのチームは英国紳士の一発に全てがかかっている。さあ投球は5球目、ストレートはボール、いいねいいね。ここでミートを開くの。あのこれはあーダメか。試合は後半6回に入ります。バッターは平際の魔術師坂口。え、平際の魔術師。完全なボール球。第2球、すげえ異名だな。ボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボールノーストライクです。膝元、外れてボール。これはわずかに外れています。ボールが先行しちゃって、もうこれはフォアボールでいいよ、しょうがない。ここはフォアボールになります。ストレートのフォアボール。さてここでスタミナの分量的にもなんか点を取られてもおかしくないんだけど、どうだろう。おお、抑えたね。っていうかその後打たれたか。ここでもう6点差か。7回裏でね6点差はきついでしょう。投げました、フォークボール空振り。少し迷ったか。第3球を投げました、打った、1、2塁間のあたり、あっと弾いた、取れない、アウト。守ってた、そんなことない。なおもチャンスが続いています。ランナー2人を置いて迎えるバッターはカリン。さあここは勝負するか。初球打った、レフト前進。これねやっぱね浅いっちゃ浅いんだよね。ほら走れないよ。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。炎上を G だからね。決まったストライク。やっぱり学校ホームラン出やすいけど犠牲フライがちょっと難しいですよね。結局浅くなっちゃうんで。投げた、外れた、ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げた、打ちました、いい当たり、ね、ボールはライナーでセンターへ。まあただちょっとこれで3アウト、センターに飛んでしまったか。結局ランナー、いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターはレアード。ここでイソッチが出てきたね。イソッチ抑えもできるみたいですからね。さあ次の投球、重い球、勝ちエンター。重い球だけど大丈夫か。重い球、重い球がなければ持ってかれたかな。左対左の勝負になります。今日はここまで4打数2安打。ま、今日はこんなもんかな。最後に1点取られてるし。さて本日のヒーローはパーフェクトリリーフ。学校で試合するってどんな気分なんだろう。高校生じゃないんだからね。プロだからね、プロ。うん、ノリノリでなくなった。とうとうノリノリが終わってしまったか。赤木くんってロックしてたっけ。ノリノリになったから、そうだよな、ちょっとロックは解かせてもらえ。炎上王もそうだな、ちょっとロックは外させていただいて、一応2軍の調子を見て。死んでるな。でも 1.5 ゲーム差か。楽天が負けてるのかな。いやマジでね、最下位脱出したいよ。タッキーリ頼むぞ。曽根くんが打たれたか。
前半いい調子だったんだけどね、打ち込まれるときはねやっぱすっげえ打ち込まれるんで、おお出た。もう負けたんとねしょっちゅう怪我するからねこいつ怪我 G だから。おお後部ゴゴッと、いや変化球がね上がってくれるのはすげえ嬉しいっすね。で 1.5 ゲーム差は変わってないから、だからこういう時にね勝てるとだいぶ違うんだけど、吉田君ちょっと調子がよろしくないけど、もうこのまま今回は行くんで、うんーダメだったか、7敗目か、0勝7敗か、8対0ってちょっと今日完敗だったな。高橋圭が成長ピークか、こっからはじゃあ下がるってこと、マジか。今何歳なの高橋圭って月指から復活した。采配で見れますよね、高橋家は1軍登録されてるはずなんで。ここから下がるのかきついな。28歳、うん、やっぱ30手前あたりがピークか、だからまあ30になるまではちょっとまだ上がったりもするけど、基本的には下がってくるっていう感じになるのかな。いいね、粉砕心もドロップカーブが上がったと。だからあと英国紳士ね、ミートが上がってくれればもう完璧なんだけどね、課題はミートだな。むしろ英国紳士ミートの本買ってあげちゃおっか超ひいきしてるよねうわー12回まで行って負けたか。金城が打たれたのか、やっぱね金城もねちょっとね打たれる感じがあるんですよね。お魚と峰井くんのミートが上がりましたと。いつの間にか 3.5 ゲーム差ついてんな。もういつもね比べるのは楽天ですから楽天と比べて何ゲーム差ついてるかっていう。負け担当が打たれたか、2対1。ちょっと最初の勢いがなくなってきたな。近所のフォークがよしよしよし上がってるな。ってことは、まあ、4あればまあ、それなりに戦えると思うんで、ちょっともう一個次のキャンプで覚えさせようかな。宮内くん調子はよろしくないけどやっぱ勝てないか。3対1。まあ、ここら辺の人たちがまあ上がってきてくれてるので、うん球速上がってますね。よしよしよし、スタミナが F か。ここら辺はなんか全然試合がないですね。フルサイボーグもスタミナが F か。ちょっとどういう日程なの今、日程表を確認しよう。だいぶここら辺移動日が続いて、あそうかそうかそうか、交流戦が終わったってことか。シノンがスタミナ C になったらちょっと別の練習に切り替えよう。違う違う違う、今日から交流戦が始まるのか。むしろ5月22で交流戦スタートめっちゃ遅えな。あそうだよね、だってスワローズだもんね。高橋圭成長タイプは普通かもしれませんって今さら言われてもさ、もう成長のピーク迎えたんでしょだって一応楽天とは4ゲーム差だけど、だから楽天が負けてくれることを祈らないとダメなんだよ。ってことはここら辺の試合結果ももうちょっとよく見てみるべきだな。 3.5 ゲーム差、楽天勝ってるね、5対0。あれってか試合してる、うちのチーム。本日の試合はありませんってだいぶ続いてるけど、よし負けたんと一発がなくなった。ちょっと一発を別の人に、変えましょう。練習設定で、一発持ち、うさぎさん一発持ちだもんな。球速が147あるから、一発削除。そうかタイピン、あでも同じコーチだとダメなのかな、コーチ一人につき一つだよな。ちょっと見るだけ見てみよう。あ、いけるか。タイピン上げてえな、そうすると。タイピンが低い人。みんなでもタイピンは
こいつ強心臓だし、むしろ最近はでもみんな上げてきてますね。やっぱ重要ですからね、最近いい、まあいいだけど、一応いいまではみんな上げてきてますね。ってことは先発のタイピンを上げて、まあ、ちょっと打たれてもなんとかなるような方向で、いくか。タッキーリタイピン D か。こいつ調子極端だったんだ、そこら辺もな、把握しとかないとな、いけないからな。で怪我しにくさってあったね、今コーチ、植木コーチの怪我しにくさ。ここはあれでしょう、負け担当だろこの怪我しにくさ G をなんとかしないともう体がボロボロだからね、今更になって体を鍛え出すっていう。あ、そっか、怪我しにくさだから別に打撃コーチでも投手でできるのか。負け担当の年齢を見てみよう。27歳か。27歳になってようやくちょっと体に気を使ってくる若い頃はやんちゃしてたからね、やんちゃして速攻で怪我してたっていう、そういう時代を過ごしてきたからな。てかマジで試合がないんだけど、これ本当大丈夫？なんか俺設定とかミスってないよね。え？もうすっげえ不安なんだけど。で東京ドームで、まあ、3連戦があっての6月1日に学校か。じゃあちょっと学校のところをやっていきましょう。信長の方が C に近づいてるな。タッキーリ、おすげえ調子がなんかめっちゃ普通に戻ってるの。みんな休みすぎたんじゃないか休みすぎて気合がなくなったけど、一応試合には勝ってくれてんな。2対1制したね。また本塁打による得点だけでメダルかでそろそろ多分またあれが切れる頃なんで、ちょっと買っておかないとな。負け担当が最近なんかファーストとかで出てますね。イソッチ、調子は悪くなかったんだけどな。おお、あれ帰ってきたのか、これは帰ってきたね。めっちゃ上がってるって。ってかさ、変化球も上がるんだ。スプリット6はすごいぞこれ。コントロールもめっちゃ上がって、ローソン走力と補給かちょっとここはショックだな。補給はちょっとショックだな。ちょっとね、走力もね、松潤も走力が上がって帰ってきたからね。いやでも柳瀬くんのスプリット3上がったのはこれすげえでけえわ。スプリットが6って相当いい変化球だぞ。そうか、今日帰ってくる日だったのか、もう全然忘れてたわだからゆずちゃんなんでいるの君すげえ謎なんだけど。あれゆずちゃん外さなかったっけ。ちょっとここはさすがに吉田くんにして、ちょっとここは一回試合を、やって、負け担当が、まあ、その名の通り負けてくれて、で別に負けてくれてってわけじゃないよね敗戦処理だったらもうすでに別の選手が負けて決まってるからね。松潤がようやくスランプを脱出したか。うわ、赤木もピークか。結構ピークが増えてきたな。バレンティン、異能かな英国紳士来たさすがだな。いやこれマジね、英国紳士に頼むしかないわ本当に。ちょっとミートの本、ミートの本持ってないよね。ミートの本はね持ってないんだよね。ちょっと顔、もうちょっと本当英国紳士に頼むしかないわうちのチームこれ采配で柳瀬くん、まあ、スタミナが若干ないけど145のコントロール B でスプリット6のスローカーブ1、全然いいでしょうこれ。でそうするとちょっとゆずちゃん死んでるからっていうかさで柳瀬もちょっとロックしようこれ。で宮内くんもロックして、もうこの2枚看板はうちの先発エースだな。よし、
で OK で野手で野手は外野だからそう松潤もね走力78でローソンも72そうすると一応守備型の選手になってきたのかローソンは。そうだね、守備のうまい外野って何気にいないからね。牧原くん、これは完全に守備要員だな。ローズが守備 C あるのか。そうだね、なんで守備力をちょっと上げていくか。じゃあちょっとローソンの練習設定を守備にしましょう。守備にローソン任せになってるから完全守備練にして、であとそうか帰ってきた柳瀬くん、柳瀬くんもさすがにもうスプリット上がんないよね。これでねスローカーブがそうね3くらいになれば緩急をつけたピッチングができるようになるんで、ちょっとスローカーブを強化しよう。3くらいまでにはねやっぱ変化球はね3欲しいっすよね。よし、ちょっと先発陣がだいぶ整ってきた感じがするな。で、楽天とは 3.5 ゲーム差。じゃあ、ホーム戦に戻ってきたので今日は出番プレーでいきましょう。先発は太田くんで、こちやくんがね出てくれれば多分柳瀬のスタミナ D でも球界の頭脳があればねだいぶ違うんで多分投げ切れると思うんですよね。だからやっぱりキャッチャーね、バッテリーとのっていうか、いきなり5点取ったらもう絶望しかないんだけど、そこら辺の相性もあるよな。いや、155キロのスタミナ A、コントロール C、4-2-2って、いいピッチャーだな。強いわ。全然知らないけど。おああ、でも、飛んではいかないか。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ちょっと飛距離が足んなかったですね。結局に3回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。バッター頼れる助っ人ロペス。おお合わせられる、あぶね。今の取れないのか。ロペスいいバッティングを見せました。バッターは6番桑田。じゃあちょっと、もうちょっとね絶望しかないんで、もう9回まで飛びます。あとはチャンスに回ってくるかどうか。抑えられてるな。防御率今 1.51 とかなんかそのくらいだったよね。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。防御率 1.5 か、すげえな。ストライク、いきなり150キロ投げました。ストライク、早くも追い込まれています。こういうさバッティングフォームする人っているのプロで。今日いいようにやられてしまいました。いいようにやられちゃってるよ。うお8対0とか。赤木はね、もうノリノリじゃなくなっちゃったっていうところがあれだけど、一応ね、覚醒はさせてるんで、足は速い、そうだ、うちは足でかき乱すチームなんだ。ローソンも足速くなったからね、ちょっとそういう方向に変えていこうかな、そこら辺のなんか、設定を全くいじってないんで、ちょっといいところがないね。第2球投げました。ストレートでストライク。投球はこれから3球目。スプリットはボール。よし、よく見た、よく見た。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。つなげ。奪三振持ちか。奪三振まで持ってるのかこいつ。これはどう？いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。一点。よし、なるね。一瞬食いた。今日タイムリーヒット発案だ。まああとはみんな自分のバッティングを心がけてくれればいいよ。自分の打率を伸ばすと。1球目ファールから第2球ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球をチャンスはね B あるからね。これどうだ、センターフライか。これで3アウトになります。お送りしており、これ完封させられるな多分。この回のトップバッターは内村。投げた。おお、失敗か。まあもうここまで来たらね、変な話点取られたとしてももう外れてももう今日はいいよっていう、それこそ負け担当出せよっていう感じだからね。この8対1のところ。
投げた、打った、打球はレフトへ、ヒットになります。一応回り込む守備をしてましたね。内村ナイスバッティングです。左バッターボックスには飛ばし、これが5度目のバッターボックス。じゃあこれは飛ばして、最後の9回にチャンスが回ってくるかどうか。回ってこなかった。ああ完投か、6安打完投か、完全にやられたね。いやほんといいピッチャーだわ。太田くんが3敗目か。お、MVP 取ったからね。はい、というところで、じゃあ、そう、交流戦ね、入るのこんなに遅いとは全然忘れてたんですけども、一応楽天とのゲーム差が、まあ、3.5 ゲーム差なんで、まあ、一応最下位脱出ができない成績ではないですね。なので、まあ、今季はとりあえず最下位脱出を目指して、まあ、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。